この音でもいいですし、はい、オクターブとかもこれで変えれます、はい、あ、そうね、あとオクターブ、これ説明しとかなきゃいけない、音階ですよね、音階です、はい、音階を変えます。今じゃあこの音で1個下げます、オクターブ、そうするともっと下げます、はい、今度は上げていきます、ということで鍵盤が25個しかないから音域が狭いだろうと思われるんですけど、実は、これを使うことによって幅広い音階が表現できるということになります。なるほど、はい、じゃあジャストミューズ君2作目をお願いします。じゃあまず再生しながら、ああそうね、音が聞こえづらい場合はですね、うん、お任せください。あ、ありがとうございます。なんとですね、このシンセステーションだったっけ、シンセステーションには素晴らしい機能がミキサーという機能がついてます、うん、これで、この4つの縦フェーダーがありますね、この4つの縦フェーダー、これを例えば一番左のやつはドラムなんですけど、これをオフにすればオフになります。すごい説明だ、はい、ちょっと、はい、これこの一番下のだから、これ全部赤にしたら全部なりません、ミュートボタンみたいな感じですね、はい、ミュートです。でなおかつ、この縦フェーダー、これでボリュームが調節できます。なんでさっき多分ドラムが大きすぎて音が聞こえなかったと思うんで、はい、ドラムをすごい薄くかけておけば多分レコーディングしやすいんじゃないですかね。これでいきましょうか。これでいきましょうか。同じ音を重ねてみます。あ、同じ音でいきましょうか。OK です。じゃあ、今度はまたグリッドで。はい。はい。じゃあ、好きな時に入ってください。ちょっとずれてますよね。まあいいっすか。まあ、全然 OK ですね。いや、っていうか、これ出だしの音がフォーンっていう感じだからずれて聞こえる。ああ、なるほど、ね。まあ、それもまたグルーブかなと思う今日この頃ですけど。はい。はい、こんな感じで。という感じですね。はい、で、じゃあ、私めがですね、最後をちょっと飾りたいなと思います。これでいきましょうか。でもあんま4小節、1小節だからあんま伸びないけどね、うん、ちょっと横演習、じゃあ撮ります。クオンタイズしてくれるからリズム感がなくても適当にやっても形になりますから、はい、じゃあ準備しました。はい、できました。すごいダークな曲ができました。ダークな曲だね。確かに僕と陽介さんのコラ僕と陽介さんがコラボするとさらにダークな感じ、ダークな感じになるという、はい、いう感じです。これで今さっきの話に頭切り替えてください。さっきの話に戻りますが、シーケンサー見てもらうと、この1番がこれで完成しましたということで、